黒鯛黒鯛、黒鯛、学名は、タイカに分類される魚の一種である。東アジア沿岸域に分布する、大型魚で、食用や釣りの対象として人気がある。日本ではチヌ、チヌ、海という別名もよく用いられる。学名の俗名は、トゲのあるタイの意で、種商名は、日本の脊椎動物を多数記載した、ヘルマンシュレーゲルに対する県名である。 全長は最大7 0トルを超えるが、よく漁獲されるのは3 0トル前までである。背側と気膜は和名通り黒、ないし灰色で、腹側は白い。体側は銀色に光る灰色だが、不明瞭な縦縞があるものも多い。災害状態、目の後方やや上に、目と同程度の黒縁が一つある。体型は、 左右から押しつぶされたように平たい楕円型で、典型的な体の体型だが、真鯛に比べると、口が前に突き出す。顎の前方には3体の剣士、側面には3列以上の薄葉があり、肩やかの特徴を示す。背びれは11トゲ状、11南状、尻びれは3トゲ状、8南状からなり、黒大族のラテン語名は発達したトゲ状に由来する。 特に尻びれの第二棘状が強大に発達する。側線リーン数は4856枚。背びれと側線の間の鱗は67列で、この点で禁煙首と区別できる。北は北海道の南部、日本列島、朝鮮半島から台湾までの東アジア沿岸域に分布する。ただし山見大島以南の南西諸島には分布せず、南黒大、南洋地ぬ。 ヘダイといった禁煙種が分布する。大火の大型魚としては珍しく水深50メートル以前の沿岸域に生息し、川口の寄水域にもよく侵入する。さらに河川の淡水域まで遡上することもあるため、能登地方では川台とも呼ばれる。環境への適応力が高く、岩礁から砂底底まで見られ、汚染にも比較的強いため、東京湾や大阪湾など、 工業地帯の港湾にも多く生息する。冬は深みに移動するが、夏は水深1から2メートルの浅場に大型個体がやってくることもある。産卵は春に海域で行われ、直径0.80.9ミリメートルほどの分離浮き性卵を産卵し、水温摂取20度では約30時間で孵化する。孵化直後の死魚は体長2ミリメートルほどで、 ンオーノを持つ体長8ミリメートルほどから、砂浜海岸の波打ち座や日駅、干潟気川口域などの朝上に集まり、プランクトンを捕食して成長する。生後1年で体長12センチメートル、5年で26センチメートル、9年で40センチメートルほどに成長するが、マダイと比べると成長が遅い。夏から秋には、海岸域で、 全長10センチメートル足らずの若菜を見ることができる。若菜はスーッと泳いではピタッと止まるのを繰り返しながら餌を探す。水中の砂底で砂煙を上げるとこれらの若菜が近寄ってきて多毛類や砂潜りなどの餌をアサル様が観察できる。生魚は悪食で小魚や甲殻類、貝類、果てはスイカやミカンなど様々なものを捕食する。 成長によって性転換する魚としても知られる。性転換する魚は、メスオスが一般的、マダイ島だが、クロダイを含めたヘダイアカは、優勢戦熟を行い、オスメスに性転換する。2、3歳までは、性相が発達したオスだが、4、5歳になると卵巣が発達して、メスになる。ただし、すべてがメスになるわけではなく、姿勢ホルモン、 エストラジオール -17β イコール E に不足したオスは性転換しない。身近な海域に生息する大型魚だけに昔から食用として漁獲されてきた。釣り、低地網、刺し網、森、スピアフィッシングなど各種の沿岸漁法で漁獲される。大都市圏の海にも多く、手近ながら奥の深い釣りの対象として人気があり、様々な技法が発達している。 上から落ちてくる物体に食いつく性質を利用したヘチ、釣りが親しまれている。他にも、例えばエビをぬかで包む、奇襲釣りなど、複数の素材を組み合わせる釣りへの技法もある。磯において、夏のクロダイは、冬のメジナと並び人気の魚種である。また、近年はポッパーを使った、トップウォーターゲームや、ワーム等のルアー釣りも発達しつつある。 釣り絵は悪色な食性に対応して、五貝類や甲殻類に始まり、海藻類、小魚、貝類、蚕のさなぎ、トウモロコシの粒や、スイカの小片やみかん等に至るまで、様々なものが用いられている。トウモロコシやスイカといった本来であれば、海中に存在しない餌は、他の魚を寄せ付けないため、餌取りに悩まされた時の有効手段とされる。2は、蚕らしく、 歯ごたえがある白身で、特に旬を迎えた夏頃のものは真鯛にも劣らない。微味とされるが、やや磯臭いというものもいる。刺身、洗い、塩焼き、煮付けなど、和風料理のほか、ムニエルやアクアパッツア等の洋風料理でも食べられる。先日の通り環境適応力が高く、一時的で、あれば、真水でも生かしておけることから、冷蔵技術のなかった時代は重宝がられ。 高値で取引された。現在は養殖技術も進んだことがあり、安値で流通している。成長によって呼び名が変わる出世王でもある。関東ではチンチンカイズクロダイと変わり、関西ではババタレチヌからオースケとなる。瀬戸内海、特に広島湾での魚営が国庫の海域のみで日本の2割近くが水揚げされる。関西地方を中心に、 チヌという別名がよく用いられるが、他にも黒、東北地方、京ズ、東京都、川台、川台、北陸地方、賃台、山陰地方、賃、九州、黒チヌなど、様々な地方名がある。ただし、黒など一部の故障で、ゲジナ類との重複が見られるので注意を要する。釣り人の間では、大物としての呼び名として、50センチメートル以上を、念なし、 6 0トル以上を60と称されている。高知県のスクモ湾に生息するものはその引きの強さからマッスルチヌと呼ばれ、人気を博している。930年代に編纂された和名書には黒太しひと残されている。黒台は他にも多くの禁煙種があるが、大きさや修正などに大きな違いはなく、漁獲時には一括くくりにされることも多い。種を見分けるには、 背びれと側線の間にある鱗の列がポイントとなる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。